よっていうのです。ちょっと早いけどこんばんは。なんかね、最近マジで本当に物をなくすんだけど、なんか私毎日まつげ美容液を塗ってるんですけど、毎日塗ってるまつげ美容液をなくしたし、昨日まで使ってたリップもなくした。どこ持ってたんだろう。家の中にあるはずなんだけど、マジでどこ持ってったか分かんないんだよね。ないんだよね。どっか行った、そう。まあなんか周辺探したんだけど見つかんなくて、まあでも忘れた頃に出てくるだろうと思って、もうポイって感じ。今日は久しぶりに教えて仰天しようかなって思ったんだけどさ、全然なかったっていう。どこまで読んだのかマジで分からん。そうでもないから、まあちょちょちょってやってにしよう。いきます。これは来年に使う手袋なんですけど、スパイクが黒やピンクに加え白も入っているので、黒と白の2パターン作りました。皆さん的なやつだよ。あどっちも可愛いなけど黒かな。黒かな。右です。右。読んだのにいいね押してると分かりやすい。あ、私いいね押さないんですよ基本的に。私あんまり何もかもにいいね押さないんですよね。いいねって残るから。私のいいね欄見たらマジで分かると思うけど、本当に何にもいいね押さない。ほとんどいいね押さない。押してんのあんま見たことないでしょ。本当にね、いいねはマジで自分が忘れないように押しとくだけのもの。めっちゃなんだろうね、なんかね、別になんか例えばめっちゃよく押してるのは超アニメのこと、なんかグッズとかなんか情報とかあるじゃん。もうそんなんさ結局さ忘れていくやんか、後でさその近くのタイミングになった時にさ、なんかその何、この情報いつだっけみたいなんの、このなんかこれいつ発売だっけなとか、これいつ放送だっけなみたいな、そういうのが分かんなくなっちゃうから、いいね使ってるだけ。そうマジでいいねは本当に自分の何、完全に忘れないようにしておくためのだけのものだね。そう自分が
なんかそういうもんでいいなって思って、でもなんか忘れちゃうじゃん生活してると。だからそういう時に 見直して、いいねなんで見直して、あーあったあったとか、だからそれこそさセルフプロデュース生写真とかそういうのもいいね押しとるんだよ、後で告知するの忘れないようにするだけに押してんの。そうで、それでなんかいついつのアニメのとかめっちゃ見てる。そう迷ってたりとかすると後でちょっと ためだけに使ってるし、そうなのよね。そう。そうだからあんまりいいねとかなんだ使ってないな。あといいねはね、ちょっとね、なんかあんまりあれなんですよね。ファンの投稿にいいねはダメってルール昔あったよな、うん、あったよ。あったあった。私だから押してないよね昔とか。あとねいろいろあるからちょっとめんどくさくてあんま押さない。そう 押された押されてない問題とか超めんどくさいから。なんかあんまり押さないねぶっちゃけ。なんか別に全然指針とかでもないし、普通にぴょぴょぴょってなんか押したとして、もう一人押したらキリがなくなってくるし、なんかこの人は押されてるのになんで僕押してくれないんですかとかって言われるわけ。めんどくさいじゃんそういうの。なんか申し訳ない。そういうのやりだしたら本当にキリがないし、絶対みんながみんなできるわけじゃないから。そう、なんかそれをあんま言わないファン層のファンを持ってるメンバーとかだったらいいと思うんですけど、そういうのめんどくさいから。じゃあもういいやみたいな、もう押さなければいい話だしってなっちゃうから。でもやんないね。だからうちはもう全部アニメとか公式とかなんか基本自分が忘れないようにするためだけに使ってることの方が多いですね。アニメばっかになるし、しかもわざわざ人のいいねとか見なくない？そう見ないよね。私メンバーのさ、メンバーが何いいね押してんだろうとか見ないもん。そう。なんか良かれと思っ、
なんか良かれと思ってやったことが、なんかそういうことに、なんか、なんだったらじゃいいやってなっちゃう。だし、自分がいいなと思ってるから「いいね」押しただけだし、そう、なんか全部が全部押してたら、もうな、そんな「いいね」もいいなと思ってなくても、思ってても、そう、押さないといけなくなっちゃうじゃないですか。だし、もうその、例えばイベントがあったとして、その近辺2日間ぐらいで投稿してくれる人もいれば、もう1週間後とかで投稿してくれる人とかいるじゃん。でそれで押されてないって言われても、もうそんな時まで見て、なんかさ、そのさ、イベントがあった1日2日とかさ、まあ、エゴサとかしてさ、撮影 OK とかだったらさ、ファンの人が載せてくれたのどうなのかなって見たりするけど、そんな頻繁にめちゃくちゃエゴサしてるわけでもないし、そう、それでなんか押されてないって言われても、ちょっと見てないし。なんかそういう書き込みのものが100%、何、いいことが書かれてるとは限らないからね。ほんで いろんなものに対して、その、ツイッターとかさ、まあ、DM とかスレとかもそうだけど、全てが全ていいこと書かれてるわけではないからね。事後、何、自分を守るためにもあんまり見ないよね。うん。だからあんまりいいねは、なんかふるさと応援大使の時にイベントがあった時に、まあなんか今まであんまいいね押さなかったけど、まあ、いろんなメンバーとか結構さ、ファンの人の写真にいいね押してたりするじゃん。まあだからこうしてみようかなとかって思って押してみたんだけど、ちょっともういろいろ、ちょっといろいろだったから、もう多分私が押すことはあんまりないかな。見てるけど、わざわざ押しに行くことはないかもしんない。うん。結構載せてくれてて、頑張って、自分も結構にいいね押したけど、まあ見てるよっていうだけなんで。な感じで、次、この前 N4 で集まったの、この前11月かですか。 N4 の意味はどんな意味がありますか。ああ、それはね、全員ね、 N がついてるの。レイナ、夏希、リオナ、ユリナで N がついてて、そういう4人だからシンプルに、全部「な」がついてんのね、みんな。で、それでなんかつけたよみたいな。そうそうそう、そんな感じですね。
名前ね、つなげると長すぎて。何これ。過去に戻るとしたら、私が一番幸せだった時代に戻るか、私が一番不幸だった時代に戻る。いや、それは幸せだった時に戻りたいよね。だってさ、誰がさ、不幸だった時にさ、戻ってさ、戻りたいって思う？思わんよね。それは幸せが一番だから、幸せ。二つの中から選ぶとしたら、寒さを感じない、暑さを感じない、寒さを感じないかな。暑さを感じないと、やけどしたりとかしたとき結構やばいかなって思うから、寒さは別に感じなくても、まあ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 、まあ、冬とかいいしって思っちゃうかな。うん、生まれ変わったら男か女、うん、これはぶっちゃけどっちでもいいや。この次の、こっから下なんかもう答えた記憶があるな。あ、こっから下も答えたな、全部。でも教えて仰天が秒速で終わってしまった。3つしかなかったわ、残念。残念。久しぶりの教えて仰天はこんな感じで終わりました。まあ全然なかったからね、すいませんね、秒で終わりましたんで。というわけで15分経ったんで、ちょっとこの辺で終了にしたいと思います。イエーイ。じゃあランキング、あ、待って、これやらなきゃ。これを、じゃあ、あ、やばい、破れた。何も入ってないじゃん、ゴミ。かわいい、見て、ちょっと反射してるわ、めっちゃ。おうくん、かわいい、チラリズムしてんだけど、歯かわいすぎ。んで、これは恥ずかしいから見ないでとりょうくんになったみたいに言う、だって。りおくんは恥ずかしいから見ないでなんて絶対言わんと思うけどな。おうくんの場合は多分な、おい、みんなってこんな感じな気がする。そう、なんかおうくんの場合はね、見ないでとかはね、絶対ね、パパとかママにしか言わんのんよ。うちに対して、おい、みんな、おい、こっち、みんな絶対そう。うちになんか恥ずかしいけど見ないでいいなんて、絶対そんな可愛いことはね、絶対に言わんのんよ。おい、みんな、こっちっつってなんやねんつって、文句あんのかっていうね、態度やからな。そう、マジ可愛い、ほんと顔可愛いから許すけど、人間だったら絶対に無理人間だったら絶対に無理。何やっけ、恥ずかしいから見ないでと言くよ。恥ずかしいから見ないで、僕可愛いでしょ、僕レオくん、イエーイ。
マジで僕可愛いでしょって絶対言ってる気する。てか可愛いでしょって言わへんと思う。もう可愛いが前提って感じ、オウくんの場合は。だから僕可愛くて当然ですみたいな、僕がブス、そんなことはありえないさみたいな、そんな感じ。そういいな、どんだけ自信満々やねんって感じだけど、まあ可愛いから全然許すねんけど。じゃランキング、よし、13位レスターさん、12位メグタンさん、11位ヤングさん、10位ナッティさん、9位ハルタロさん、8位水原さん、7位デンダイさん、6位ミゴンさん、5位トシさん、4位近いしさん、3位しんのさん、2位中さん、1位が秋彦さんです。イエーイ。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで明日月曜日ですね、1週間が始まります。もう今年もあとちょっとです。皆さん頑張っていきましょう。それじゃバイバーイ。